皆さんどうもこんにちは。今回は内科呼吸器の専門医として多方面で活躍されている磯村武先生が書かれたリセット禁煙のすすめを動画で解説していきます。僕自身7年前にこの本を読んでタバコ依存の正体を理解してからはピタッと禁煙することができて、それ以来一度も吸いたいと思わなくなったので、この機会にこの本の内容を動画で解説したいと思います。では行きましょう。まずそもそもタバコを吸ったらなかなかやめられないと言われているタバコ依存の原因についてですが、一つ目がニコチンによる物理的な禁断症状、そして二つ目が精神的な心の依存です。この二つの依存の原因を区別して考えずに医師の力だけで我慢して禁煙しようとすると禁煙が難しいとなってしまうので注意してください。まず一つ目のニコチンによる禁断症状の仕組みについてですが、簡単に言うとタバコに含まれるニコチンによって脳波が遅くなります。そしてタバコを吸った時だけこの脳波が元に戻ると覚えておいてください。一般的に完全に目が覚めていたり何かに集中している時は脳波が速くなって、寝ている時や寝起きの状態の時には脳波は遅くなります。例えば目が覚めている状態でちょうどよくリラックスしている時は脳からアルファ波が出て、何かに集中している時は脳からベータ波が出ると言われていますが、このアルファ波とかベータ波って今まで聞いたことありませんか？タバコを吸うと体内のニコチンの減少とともに脳波が遅くなって、アルファ波やベータ波が少なくなります。そうするとなんだか落ち着かないなとか頭がすっきりしないという感覚になるんですけど、ここでタバコを吸うと約7秒で脳にニコチンが到達し脳波が元に戻ります。そうするとタバコを吸うと落ち着くとかなんだか集中できるなと錯覚します。これがニコチンによる物理的な禁断症状です。生物学的に見ると喫煙者がタバコを吸う理由はこの遅くなった脳波を元に戻すためだけです。ただこのニコチンによる禁断症状はとても軽いそうで、タバコを吸い終わると約30分でニコチンの血中濃度は半分になります。30分ごとに半分になると単純計算すると6時間後にはニコチンの量は4096分の1になっていますが、タバコが吸いたくて目を覚ましたという人はあまりいませんよね。僕自身起きて少ししてからタバコを吸っていました。本当にニコチンの禁断症状が強いはずなら起きてすぐにタバコを吸いたくなるはずです。ほとんどの人は起きてまだ寝る時間があったらタバコを吸わずに二度寝を楽しむ余裕がある。タバコを吸うことよりも二度寝を楽しむということを優先すると思います。要するにニコチンによる禁断症状はちょっと楽しいことや夢中になることがあれば、タバコを長時間吸っていないことに気づかないことだってある、そんな軽いものです。ではなぜこれほどまでにタバコをやめるのが難しいと思いますか？それはこのニコチンの禁断症状というものが非常に微妙で曖昧なもので、他のストレスと区別がつかずにごちゃごちゃに考えてしまうからです。例えば反対に非常に強いストレスとしてパワハラがひどい苦手な上司がいたとすれば、そのストレスと他のストレスを一緒くたに考えることはないじゃないですか。でも微妙で曖昧なストレスは綺麗に区別することが難しいんですね。喫煙者はタバコを吸っていない人と比べて常にこの微妙で曖昧なニコチン切れというストレスを抱えています。例えば他に仕事のストレス、家庭のストレスがあったとして、喫煙者はニコチン切れというストレスも同時に抱えています。そしてタバコで効果のあるストレスが一つだけあるんです。それがニコチン切れのストレス。しかもタバコを吸うとたったの7秒でそのストレスは消えるんです。タバコを吸っても他のことに対するストレスの現状は何も変わってないですよ。でもタバコを吸って7秒で一つのストレスがパッと消えて脳波が元に戻って頭がすっきりすると、他に抱えていたストレスまで少し軽減したかのような錯覚を起こすんです。他にももともと楽しいことも脳波が遅くなっているとしっかりと楽しめないんですね。喫煙者になる前は脳波が正常なので、食事している時も遊んでいる時もそれだけで楽しめたんですけど、喫煙者になるとタバコを吸って脳波が元に戻った時だけ本当の意味で楽しいことを楽しめるようになるんです。ニコチン切れというストレスがなくなった時だけ心の底から楽しめる。要するに喫煙者は断るごとに楽しい思い出もタバコと結びつけていくんですね。だから嫌なことが起きたらタバコを吸って脳波が元に戻ることで、他のストレスも一緒くたに考えて少しストレスが軽減したと錯覚する。楽しいことはタバコを吸うとより楽しめるようになると錯覚してるんですね。でも実際は違うんですよ。喫煙者の方はタバコを吸うとより楽しくなる。
グラフにすると正常なラインからタバコを吸うとより上向きになると考えていますが、実際はグラフにすると脳波が遅くなって物事をしっかりと楽しめない、集中できない状態からタバコを吸った時だけ元に戻っただけだと本書で紹介されています。要するにタバコを吸って嬉しいと感じることは知らないうちにスリにあって、取られたお金をタバコを吸った時だけ返してもらって嬉しいと思っているようなものなんです。脳波という大事なものを取られて、タバコを吸った時だけ脳波を正常に戻してもらっているのを喜んでいるようなものなんですね。ただ安心してください。脳波は3日禁煙すれば元に戻ります。3日もすれば脳波は正常に戻るので、ニコチンによる禁断症状は全くなくなります。ただこの事実を知らずに我慢の力で禁煙しようとすると、いつまで経ってもニコチンの禁断症状がなくならないように感じてしまったり、タバコが嫌なことは解決してくれて、楽しいことはより楽しいものにしてくれると錯覚してずっとそう思い込んでしまうので、タバコが恋しくなって禁煙するのが難しくなってしまうんですね。ただもうこの事実を知った人は大丈夫です。あとは3日かけて脳波を正常に戻すだけです。最初の3日間も少しそわそわするくらいです。このそわそわする感じが自分の脳波が実際に遅くなっている感覚なのだと自覚してください。そして3日かけて自分の脳波が正常に戻っていくのを楽しんでください。僕自身最初の1日だけ頭がふわふわする感じがありましたけど、朝はすがすがしくて気持ちのいいものになって、ご飯は美味しいし、数日で体がめちゃくちゃ元気になっていくのがすごく楽しかったのを覚えています。そしてもう自分の脳波を遅くするのは嫌だなと気づけたんで、それ以来一度もタバコを吸いたいと思わなくなったので、喫煙者の方や周りに喫煙しているけど禁煙したいと考えている人がいればおすすめしていただくなり、参考にしていただければと思います。というわけでこの動画で磯村武史先生が書かれたリセット禁煙のおすすめについて、気になった方は概要欄にリンクを貼っておくので見てみてください。他にもツイッターで日々の学びや役立つ情報を発信していく予定なので、チャンネル登録とツイッターのフォローお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。